私どうしようもないセリフ用意してるんでしょ。たくさん今回はですね、またもやアイドルマスター SP のですね、最新映像をちょっと拝見させてもらいに、またバンダムさんにお邪魔してるわけなんですが、はい、またですね、僕一人で見てもやっぱ面白くないので、今回ですね、この方を一緒にちょっとゲストにお呼びしております。おー、かぶるな、おい打ち合わせと全然違えし、ちょっと、はい、落ち着いて落ち着いて。いや、だってよ、今日ね、あのね、こう梅ちゃんから連絡が来て、ぜひ新しいミッシングムーンができるよって言われたから、ついつられてきちゃいました。すげえ、すげえ急なの。昨日、一昨日の話ですよね、ぶっちゃけね。マジですかSP、はい、はい、今回ですね、やっぱ三六丸版と違って、はい、はい、マスターアーティスト曲が追加になったりとかね。そうなんです、もう早く言いたくてずっとうずうずしてたんです、ね、びっくり。しかも全曲撮ったんでしょ。撮りましたとかね、ほら、クロエプロがね、はいはい、今回事務所モードで呼び出して使えるんです。そうなの、もうみんなにずっと内緒にしてるのが辛くて辛くて辛かったのねとかね、もうずっと前から会ってるのに何にも教えてくれないから、ね、そうなんですよ。実は私たちはね、ずいぶん前から開発は進んでいたので、うん、歌も撮ってたし、クロエの3人もすごいたくさん曲を撮ってたのも知ってたので、いや全然知らなかった。からもうね、なので、はい、今回ね、もうそういう映像を見たくてうず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 してる方いっぱいいると思って、本当は遊べてるはずだったの、はい、しーなんだよ。後ろのバンダムさんの方がみんながキュンとして涙目になったんですよなので、ね、ちょっとこの現場の DVD ですね、うん、ちょっと一足早くですね、その PSP 版ならではの要素をですね、はい、皆さんにちょっとお届けしようと。なるほど、確かにね、発売はもうあと1ヶ月弱なんですが、そうですよ、そんな寝て起きたらすぐなんですが、ちょっとね、待ちきれない方にですね、はい、ちょっとここで映像をお見せしましょうと。代わりに私が遊ばせていただきます。すいません、いやもう本当にただ遊ぶだけじゃないよ。え、今日当然また勝負、うん、いいの？何言ってんの？いやいや、ね、違うよ。何何何？言っときますけど、はい、中村さんみたいに、うん、こう可愛い感じで終わらせたりしませんよ。いや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 、ね、当然ね、これ見てる人はね、はい、あ、また上が罰ゲームで、ね、そうそう、中村さんが対戦して、こう、はい、前回中村さんが負けて、なんだかひまわりの画像が出てましたけど、ね、あれ素晴らしい画像でしたね。本当評判すごい良かった音声も完璧でしたね。すごい良かった。人ってどうやって使ってるんですか。ダメですよ、そんなことしちゃ。なので今回もやってもらいますからね、うん、なので普通こういうのって台本にもちょっと書いてあったんですよ。そうですよね、今井さん負けてくださいって書いてあった、はいはい、やべ、絶対負けません。ちょっと待ってちょっと待って、何があっても負けません。いや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 、もう段取りはどこから期待してんの。やっぱりね、はい、当然僕の勝利ですから。梅ちゃんの素敵な音声が聞けると思います。みんな楽しみにしててねいや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 、頑張ります。とりあえずは、はい、勝負は置いといて、はい、ちょっとマスターアーティスト版とかですね、うん、その PSP の映像をちょっと早速これから見ていきましょう。はい、頑張ります。はい、早速 PSP 版見ましょうか。はいでですね、まずは、うん、第1部としまして、うん、マスターアーティストの曲ねーといえば、今井さんといえば、うん、千早のそうですね、メガの時、はい、これを早速マスターアーティスト収録ってことで、はい、ちょっとこれをですね、うん、事務所モードを使ってちょっと今井さん自らに、うん、はい、ちょっと、オーディションをなるほどやってもらおうかと思うんですが、大丈夫ですか、はい、大丈夫です。大丈夫で、ね、なんか私初めて自分の、うん、動かすの初めてなんですよ。他のキャラクターは動かしたことあるんですけど、ちはやでメガの時見るの初めてなんです。マジで。だから僕もね、モーションとか振り付け全然知らないから。全然知らないの。でね、うん、これ相当読者も期待してると思うんだけど、うん、これ語られると見れないからね。そうなんですよね。でね、うん、結構 CPU レベル強いらしいんだ、うん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 。大丈夫？多分。多分？多分大丈夫。これ負けたらもうやり直しだからね。わかりました。頑張ります。はい、じゃあこれで。じゃあ早速ちょっとじゃあ。今ダンス衣装、衣装グリーンフォレストになってますね。どれにする、どうしようかな、それが新しいやつねとかね、これとかが新しいやつですよね。決定、一回押してみて、うん、押したあ、これは今回の今回新の、うん、腰のやつ可愛いですよね。あのさ、あエクステンドってこれダウンロードコンテンツ DL って書いてあるとか、あ、いいん、おおおちょっとさ、うん、これ何、これはオッケー、オッケー、いいの？ちょっと見て、そうそう。私も初めて見るこれ。おお、すごい。これ何？かわいい。これは、あ、思い出した。これはね、うん、マスターアーティストのジャケットの絵描いてる、うん、アンギドウさんが
今回の PSP 版ってダウンロードコンテンツの衣装デザインを手掛けられたそうで、うん、そうなんですか。でこれですよ、これは。うわーかわいい。これひょっとして茶屋だからブルー基調だけど、みんな色が違うってこと。あ、だって、うわー、なるほどね。え、これ使ってみてもいいですか。はい、やったー。スピーカーって何選んじゃおう。なにこれ、すごい。羽になってんだスピーカーが。音符のリストバンド。あ、かわいい。こういうのってね、他の衣装とかにもあんまり干渉しないからすごくいいんですよね。あ、使いやすいね。使いやすい、使いやすい。今和田のがあったけど、まあ、うん、これ何。あ、音符のアンクルだって。あー、なるほどね。ボーカルイメージがアップ。あ、え、これじゃあこのセットで今回やってみますか。そうなの、音楽とそのなんストリート系って感じだよね。うん、ショルダースピーカーバカですね。いやいやいや、もう羽をスピーカーって。これだってあれですよ、あの道路歩いてて、うん、自分で後ろバックで流しながら歌って踊れるってことですよ。なるほど、うん、なるほど。じゃあこれで決定したいと思います、はい、やったー。じゃあ、じゃあオーディション、じゃあ、はい、開催ですね。開催を選びたいと思います。これで対戦になるとみんなと対戦できるってことですもんね。で、LR でこのタグが変えれるのは、これは360と同じなので。そうですね、一緒ですね。アイドルビジョン行ってみようか、うん、これはね、あのアイドルビジョン7万人増えるオーディションを。そうですね、っていうのがあるので、結構みんな使ってるよね、360と、ね、そうなんですよね。意外とね、こう、うん、あの趣味が出ますよね、どのオーディションを選ぶか。俺はいつもアイドルビジョン7万人出るまでひたすらもう本当ひたすらじゃあ行きましょうか。はい、開始。ちょっとボタンが違うんだよね、配置がね。そうなんですよね、慣れるまでちょっと時間がかかりそうな、うん、おお、これ、そうか、最初から衣装着てるんだ、ね、ジャージじゃないんだね、オーディションでも。あれ、多分ストーリーモードと違うんでしょうね、うん、事務所モードはね。うわ、怖いな、これ他のレベルが分かんない。かなり真剣です。普通でも歌いながら、どう歌いながら歌いたいんですけど、ちょっと一節目はちょっと勘弁してください。あー、やばい、負けちゃうと思う。あ、やばいよ、これちょっと MA で、うん、あの一度歌っていたので、うん、やっぱり逆に難しかったですね、この目が合う時を。あの撮り直しっていう形で今回やってるので、うん、よりキャラっぽくっていうところを追求しながら歌ったりとかしてたんで。やっぱ変えた、ちょっと少し変えましたね、やっぱり。やったー、あ、行きましたね、1位通過でしょ、これは。やった、これは絶対大丈夫でしょう、うん、ちょっと1節目がね、ちょっと情けないような感じになっちゃったけど、2節は3節満点だから、うんうんうん。いや、それも、あー、1位、やりましたね。よかったよかった、さすがです。よかった、これでじゃあ皆さんに披露できますので。じゃあ出演モード、はーい。やっぱここはカメラ立てて、やっぱ立てますか。やっぱ立てましょうか、ちょっと。はい、ちょっと待ってくださいね、今ローディング中ですよ、はい、来ましたー、すごいすごい。じゃあまずはみんなが見たがっている立てモードいきます、はい、じゃん、こんな感じ、こうやってこんな感じです。こんなちょっとこのフレーム消そう。本気ですね、うん、かわいい。この衣装私欲しい、自分の私服で欲しいんだけど。なんだそれ、作って欲しい、誰か作って。なんだそれ。すごい、こう手がこう特徴的だね。これなら私でも踊れそうな気がするぞ。そんな激しくないね、うん、結構ボーカル曲だからね。うわー、そうか、うん、あ、かわいいな、あ、これ私グレートパーティーでやったとちょっと似てるぞ。この後ろに行くやつとか自分で勝手にやってたんだけど、あ、こんなの無理。こんなの無理、踊れない、踊れない。ミドルカメラになってるよね。このカメラはロング、あ、ロング、これが通常ですね、うん、あ、でも本当にあの正直な話、うん、これ実機で見た方が断然綺麗ですね。今テレビで見てるとね、うん、ちょっとかもしれないけど、かもしれないけど、これ実機で見てもらったらちょっと ね、寒いも立ちますよ、うん、いや素晴らしい、あ、わかった、うわー、かっこいい、いやー、さすがでした、やったー、いやいやいや、はい、こんな感じで、はい、目が合うときすごかった、やったー、いやー、この新衣装もすごいいいし、曲もすごいし、うん、振り付けもすごいしでね、いやー、もう本当に待ちに待ってたんですよ、実は私も、うんうん、あの実はサンとスターは開発途中段階で見せていただいてたんですけど、うん、ムーはなかなか見せてもらえなかったので、うん、私今初めて見たの、本当に、うん、本当に、うん、うわ、かわいい、
これはいいね。私思ったの、はい、これやっぱり、うん、あの全国のゲーム店の方は実機を置いてほしい、うん、そうですよね、店頭に置いてほしいんですけど、それはね、バンダムさんロム配ってね、ちょっとぜひこれはね PSP 版で見てほしい、そうなんです、本当に違いますんでね、ぜひぜひ手に取ってみてほしい、やっぱあの縦モードがやっぱインパクトあるんで、ありますね、やっぱあれは PSP 縦にして本当に見た方がいいので、いやーこれはすごかった、お疲れ様でした。ねえ梅ちゃん、うん、今私あの自分の持ち歌の目が合う時やらせていただいたじゃない、はいはい、あれってあのデフォルトで、そうですね、千早の持ち歌で、はい、買えば千早のやつは入ってるってことだよね、はい、私他のも撮ったんだけどですよねあの僕も聞いて、うん、マスターアーティスト曲全ての声優さん全曲撮ったって聞いて、そう、私まだ本当に出来上がったの一つも聞いてないんですよ、うん、あ、本当に聞いてないんだ、あのちょっと聞かせてほしいと思ってね、ちょっと僕もバンダムさん交渉しました、本当、うん、でね、うん、あのちょっと今日はあれ、うん、あの曲って、うん、ダウンロードコンテンツなので、そうですね、ちょっと後からあの追加配信されるので、うん、今ちょっとまとめて用意がちょっとできないらしくてなるほど、でちょっと僕もバンダムさんの開発の方と交渉した結果、うんうん、あのアルバムモードで、うん、その千早がマスターアーティスト曲を歌ったのが保存したセーブデータがあるっていうことで、うん、ちょっとそのデータをですね、特別にお借りしました。え、いいの流しちゃって。流していいみたい。絶対本邦初公開ですよね。初公開間違いない。うわ、すごい。なので、マスターアーティスト曲の、うん、ちょっとあの出演シーンを、はい、ビデオをちょっとこれから2人で見ましょう。やったー、はい、今ご用意してもらったのが、うん、いおりの持ち歌の、うん、2人の曲。これねー。歌った。どう、もう私いろんな千早の思いがこう入り混じって、はい、ちょっとあのネタバレに、まあ、知ってる人は知ってるんだけど、うんうん、ネタバレになっちゃうからあれだけど、千早にもすごく境遇があってたからすごい心込めて歌いました。あ、なるほど、うん、でもう一個が、はい、あの弥生のきらめきラジ、はい、ちょっと待って歌ったのあれ、まあ、歌んだよね、だけどそれ長いさ、私、ね、正直あんまり覚えてないの。これね、相当こっぱずかしくない？大丈夫？大丈夫だと思う。まあまあまあ、多分これでいいから早く見せろってみんな早く見せたの。そうだよね、そうだよね。ちょっと早く、うん、分かりました。はい、まあ見ましょう。はい、見てみます。はい、心して。はい、じゃあ早速ですね、見たいと思います。はいはい、アルバムモードっていうのが今回ね、たくさんね、そう、30個保存できる、そうなんですよ、いやすごいよ30個って、今までだってね1個だったからね、そう、上書きしなきゃいけなかったんだからね、でも心苦しくて、あー1個かいだから、そう、携帯で録画したりとかしてましたよ私おお、ドキドキする、これはすごい、はあ、すごい、すごいね、いやあの結構皆さん、うん、この歌は大変だったみたいですよ、うん、で結構なんかあの点取り表みたいにこう誰が何の歌を歌い終わったかっていうのがあったんですけど、そうなんです、だからこのなんか歌う順番とかも結構ある程度自分で決められる人もいたみたいなんですけど、あの、ね、難しい曲はね結構残ってました、やっぱりそう本当にマスターアーティストシリーズってやっぱりキャラクターにすごく合うのに作ったから、もう本当にアイマスの特徴でもあるんだけど、すごく個性がまた違って出てて、早くみんなにね全曲全キャラクターで聴かせたいなって思うんですけども、発売までね、あとダウンロードコンテンツが配信されるまで待っていただきたいと思うんですけどね、これはでも千早が歌ってもハマるね、ありがとうございます、嬉しいですね、私初めていおりのマスターアーティスト聞いた時泣いちゃったんですよ、本当に好きすぎて、もうあのいおりの切ない甘い声がすごく合うじゃないですか、あれでもボロボロ泣いて、あ、そう、リエにメールしたもんお前すごい好きって、リエが照れちゃってじゃあ続いて、はい、ちょっと私も怖いんですけど、俺ねこれ気になるのがね、うん、きらめきラリって、うん、チュチュンとかね、うん、ウッフォンとかあの愛の手は誰が入れてるの、あのね、なんかね、いろんなこう走馬灯のように記憶よみがえるかと思ったんですけど、うん、正直、うん、思い出せない本当にいやもうなんかこの手の可愛いやつってもう千早になりきって歌うと、うん、なんかあわあわしながら終わる声が多いからちょっとね本当にドキドキしてます、これはやっぱね、おはよう朝ごはんの例もあるからちょっとどうなってますか ね、 ね、千早バージョン、じゃあ早速、はい、行ってみたいと思います、はい、えい、あー、
結構可愛めに歌わせてもらったかも、うん、可愛い系だね。モーションがすごい。可愛いね。これ本当にあのグレートパーティーの時にダンサーさんがほぼ歌ってましたからね。あ、恥ずかしい。やっって。あ、弥生が入ってた。弥生だ。よかったね。ということは弥生との共演だ私。あ、そうなの、ね。嬉しいかも。ちょっと待って。これ何で恥ずかしいんだろう、こんなに。あ、ギターソロカモは本人だった。これ一発撮りだったんじゃないかな、確か。これは、うん、どんな集中プレイだっていうの。本当にもう、頑張れ、ちはや、うん、個人的にね、きらめきらりすごい好きなんで、なんか歌わせてもらえるゲームの中でね、歌える機会があるって本当思ってなかったから。いや、これは気になりますね。もちろん千早だけじゃなくてね、全キャラクター歌ってますから、ぜひこれはダウンロードコンテンツ配信されたらゲットしてほしい。チョラブリとかぶっちゃけ私もすぐ落としますこれはいい、ありがとうございます。ありがとうございました。今日はねちょっとねスペシャルな動画を見せていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そんな感じで、はい、マスターアーティスト曲のですね、うん、紹介終わりましたが、はい、さあこっからはいよいよ負けませんよ。俺とちょっと俺あのね、アイマスレディオ黒い黒い言われてるからね、うん、ここは今日俺黒いプロになってね、へえ、事務所モードでね。本当は早く高根と響きどっちか見たいんでしょう。そうそうそう、バレバレです分かってますよ。いやいやいや、うん、あのね、なのでちょっと今回事務所モードで、はい、黒いプロの3人が、呼び出せて、はい、実際に、オーディション対決で使えるということで。そうなんです。であれば、はい、ちょっと俺はもう黒いプロになってですね、うん、ちょっとナムコプロのちょっとさらにちょっと挑戦しちゃおうかなみたいな。おっとっと、絶対負けません。ただちょっと気になるのが、今ここにある千早のレベルがレベル10なんですけど、うん、こっちいくつなんだろうね。誰と響きと高根どっちにする？あれ13らしいですよ。マジで？ちょっとそれはずるいでしょ。すげえハンデ、逆ハンデ。マジで？わかります。でもレベル3で負けたら本当に恥だからね、編集長として。もうこれはね、もうこれグルだ、グル、バンダムがグルだから。これもムカつく。でも負けません。曲はもちろんじゃあカラフルデイズでちょっと。そうですね、その代わりじゃあ、まあ、はい、ナムコプロの持ち歌で。はい、そうですよ。はい、な感じで今事務所モードに。はい、おー、響きセンター来てるよ。ちょっとこれね、今回挨拶とかできるんだよ。ちょっと挨拶して。おはようございます。本当だ、じゃあこっちも挨拶しようか。うん、お沖縄っぽい。すごい、ちゃんと私の方からも対戦してる相手の声が聞こえるもん。うん、初めて会うんだっけ。違うよ、何言ってんだよ。おー、うわー、久しぶりだな。これ2人とも合格だったら2人で罰ゲームやりましょうか。じゃあ、1人しか浮かんないやつにしてみましょうか。いやいやいや、まあね、ね、いや、っていうかあの周りのコンピューターを強くしとかないと私不利なんで。あー、なるほどね。そうそうそう、本当に担ぎでいるね、この人。当たり前じゃん。いやいやいや、ダンスが一番高いみたい。やったー、じゃあ分かりました。オーディションを始めます。さあ、いらっしゃい。本当だ、ボーカルマスターになってるよ、こっち。もう参加するじゃないよ、これ。参加してください。ガナハ響き来ました。今響きがダンスが1位で、でもこれボーカルなんだよね。やった。ちょっと待って、これ。最初が肝心ですから。しかもこの曲ほとんど俺 CD でしか聴いてないから。よっ。何？開幕一発目決めました。あ、ダンス見てる暇がない。テンションも高いし、ダメ、やばい、言葉がない。レベル13で負けたら恥ずかしいぞ。かなりやばい。ちょっと響一番が下じゃん。大人げない。あ、やばい、やばい、ボーカル取れなかった。あ、まず見ちゃった。そう、やばい、これやばい、やばいね。ちょっとビジュアルをしてます。
これでゲちゃんが1個で済めばよし。いや俺もこれはうまくすれば勝てる。これはあちょっと待ってギリギリかな。やったー3位だみんなすごかった。あーもう一回ちょっとね2点差。あやったーイエーイ。すげえなー。2個目の2節目の時にボーカルがちょっと、うん、私あの4位だったんですよ。なるほど。ちょっと危なかったんだけど3節目で盛り返したんだけどね、うん、そうだね3節目フルマークついてた、うん、1位全部1位、ね、うん、全部あれなんだけど。いやったー。じゃあちはやの画像を見ながら、うん、梅ちゃんには罰ゲームをやっていただきたいと思います。ダメダメダメ。もちろん中村さんがやったのと同じやつですよね。悔しい。伝説に残る名勝。いや俺だから一節目は PSP 版慣れなくてあれあれ言いながら何言い訳しちゃってんのかな。いやこの曲も初めてだから。わかった。このじゃあ、うん、この目音漫才をじゃあ巻き込むのやめて。なんでなんで。目音漫才でしょ。目音漫才。目音漫才。だいたい目音じゃないし。あ、そうかそうか。どさくさにちょっと。どさくさに負けるじゃん。うん。じゃあ分かった。私カラフルデイズこれ見ながら踊るよ。ほんまに。うん。踊るの。その間ちゃんとあのセリフ言って。うん。何の？あの何用意してるんでしょ。いや、まあ、どうせどうしようもないセリフ用意してるんでしょ。分かってるって。はい、パソコン出して、パソコン。あ、隠してないで出しなさいよ。ちょっとスタッフさん撮ってください。ミンカス前で踊ろう。俺見たいんだけど、ちょっと。イエーイ、ね、俺見たいんだけどさ。よいしょ。あ、縦になってる。踊れるかな。な色で描いてみよう。早く読んで。ちょっと待って。新しい世界。いいねこれ。一度のチャンス逃さないわ。絶対手抜きしないで。まだ覚えてないんだあまり。するの。ここなんかみんなの恨みみたいだよね。いいね。もう罰ゲームする全くなってこう。やってよ。ちょっと。いや、やりますよもう。するの知らずの声が聞こえてるよ、はい、ねえあなた俺は待ちきれないの。早く少し走ろう。もう早くして。何があってもちろんアイドルマスター SP の扱いに決まってるから。こんなのみんな見たいのかよ。ねえバンダムさん早くアイマス SP 発売して。もう待ちきれないよ。はい、じゃあ待ちきれない方はですねこの今井さんの踊りで我慢してください。はい、あと1ヶ月3週間ですね。もう辛抱です。はい。なんで言ったや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 ったちゃんとやりましたよ。本当いやーお世話になりました。いえ、でもなんかあれなんか なんとなく梅ちゃんがちゃんと罰ゲームやってないような気がする。まあまあいやじゃあ最後にみんなにさよならするときにセクシーなボイスで。いやセクシーなボイスで皆さんとお別れしたいと思いますわ。いや梅ちゃんそこは編集長として根性を据えなきゃダメなところよ。でもさセクシーボイスってさ、うん、むしろなんつうのその乙女ゲーム風にやんの。何系が好き。小安系。いや黒い社長系で。はい、というわけでいろいろと対戦したり映像を見たり、はい、歌を見たりさせていただきましたけれども、はい、何より私が勝ったのに梅ちゃんの罰ゲーム成分が少ないっていう皆さんからのおはがきが来るのをみんなすごいねスタッフが恐れちゃってるんですよ。梅ちょっとそれなくないと。編集長で負けたくせにそれだけは良くないぞということでですねみんな考えました。で、うん、あの今回ひびきちゃんを使っておまけになられましたよね。まあね、おまけになられましたよね。まあなったよ、はい、うん、というわけでですね黒い社長になりきって負けたんですから、うん、最後まで黒い社長になりきってまあな、いわゆる小安さんのモノマネでこの VTR 締めさせていただきたいと思います。ちょっと待って、はい、というわけで、はい、アイドルマスター SP はですね発売延期になりましたけれども2月の19日に必ず発売されますのでぜひぜひ皆さん楽しみに待っていただきたいと思います。それでは黒い社長私の可愛いフェアリーちゃんたちの活躍を楽しみにしてくれたまえ。
中途半端難しいよね。はい、というわけで、ミンコス勝ったので、ウエちゃん、イエーイ。あのね、これね、オープニングとエンディングね、司会が変わってる。おかしくないこれ。はじめ俺がさ、司会で、今日のゲストは今井さんというのに。またお会いしましょう。なんでこれさ、いや、バイバイじゃなくて、なんで俺逆になってんのこれ、おかしくないこれ。はい、OK でーす。ねねちょっと待って、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 